ハート結婚してかわいい。ありがとう。おにぎりもありがとう。パンもありがとう。こんばんは。中村舞です。お茶もありがとう。牛乳ありがとう。すごい、いっぱいパンもらう。おにぎりと。こんばんは。中村舞です。皆さんお疲れ様です。すごい、なんかお弁当もある。お弁当ありがとう。ピカピカ。ありがとう。こんばんは。ありがとう。明日は公演です。沖前公演ラスト。すごい。いっぱいギフトありがとうございます。そうですよ。ラストですよ。めっちゃ口に色がない。広島に来られる方は気をつけて来てください。配信もあるのでぜひ見てください。新しいグッズあります。キーホルダー。そうなんですよ。お決まりの新しいグッズあります。増えました。あとマフラータオルもかな。わっ、待って、ありがタワーだ。誰だ、南波の久人さん、ありがとうございます。ありがタワー、おめでとう。ありがとう。本当だ、コロネだ。かわいいかぶりもんしてる。誕生日おめでとう。ありがとう。多分この誕生日仕様も今日までですね。え、そうだよね。4、5、多分前後2日ぐらい3日ぐらい、わかんない、そんぐらいだから。ありがとうございます。見えてますか？なんかアプリ落ちたんだけど。見えてますか？ただいま。すいません。アプリが落ちました。充電はあるはずなんですけど。すみません。固まって落ちた。急にありがとう。明日楽しみ。今日楽しみです。ありがとうございます。スーツで参加します。明日はより結婚式感があります。ギラギラ千秋楽。そうですね、まあ、ご公演だけなんですけど、そう、もっとやりたかったですね。そう、ありがたわ。上マン
上マン、ありがたわ上マンさん。コロネありがコロネ、ありがたわです。うん、5回目の結婚式です。ちょっと誕生日にたくさんギフトをいただいて、去年みたいなことがないようにしないとって思ってます。本当にやばい、ありがとうございます。ありがとう。今半分ありがとう。1年後はやばい、やばいよ。自分でも自覚ありのやばさだと思ってます。ありがとう。結婚してもありがとうございます。明日はね、引き出物もつくので親知らずの感じ、なんか変です。なんかさ、上の歯はさ縫ってもらわなくて、下の歯は縫ってもらったのにさ、上の歯はさ縫ってもらわなくてさ、だからなんか抜歯もないんですけど、穴開いてる、穴が開いてます、普通に。どこにやったのに、わかんない。ちょっと下の歯を抜いたところと違うところで抜いたので、わかんないけど、なんかそうなんですよ。晴れはしなかったんだけどな。わあ、めっちゃタワーもらう。ちょっと待って、マクアラオンさん、コロネに囲まれおにぎり。ありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。誕生日。嬉しい。ありがとうございます。たくさんの人にお祝いされて嬉しい、ありがとうございます。すごい、サンドイッチの弁当もあった。どっち派なん、パンか米か。日による選べんのやけど、マジ本当に選べません。でもお米の方が食べること多いかな。でもパンは好き。泣けちゅうしてありがとう。麺やろ。いや、まあ確かに麺も好きだわ。でも普通にお米も好き。だってさ、ラーメンにご飯も食べるよ。
なんか食欲が湧いてめっちゃ食べる。で次の日反省してちょっと食べない。でもまためっちゃ食べる。でちょっと次の日反省して食べないみたいな日が続いたりする。マジで葛藤しながら毎日、次の日にあ昨日食べ過ぎたんだったみたいになって、で昨日我慢したからなよっしゃ今日はってちょっと食べて、その後また次の日にあーって反省してみたいな。2日間でやってます。ありがとう。でもね、なんか誕生日の日はケーキももらって、そうちょっといっぱい食べちゃいました。そろそろアーシャの時期？確かにまだ撮ってないですよ、アーシャは。言われてみればですね。そうだ、お父さんにさ LINE したんですよ。私の誕生日忘れてたでしょって次の日に LINE したんですよ。そしたら忘れるわけないだろうって来たんですけど、絶対忘れてましたねあの人LINE で忘れるわけないだろうって来て、ねちょっとね、皆さん忘れないよ。本当かな。ちょっと魅力ありがとう。4月の今日何日だ、7日でしょ。10日がももちゃんの誕生日、もうすぐです。13歳になる。うちのワンちゃん、13歳はもう結構ね、お年が上の方だと思うんですけど、ワンちゃんの中だったら。ありがとう。若く見える？本当？言っとくわ。ももさんに。ももちゃんは結構健康なんでね。いや健康なのかな、わかんない。ありがとうございます。言うと、ももちゃん、あ、中村ももちゃんですよ。中村ももです。この嘘だよタワーも明日で終わりでしょう。おししかかさんありがとうございます。とっといもありがとう。
守りたいこの笑顔をありがとう。マイキューと違って人懐っこいの？マイキューも人懐っこいですよね。え人懐っこいと思いませんか？そうなの？そうですよ。なんか見た。そうかな。マイケル心開いたのは沖さんだけ。いや、いっぱい開いとるよ。どちらかというと猫っぽい。ああ、なんか、なんていうんですか。気分でなんか、こう、寄ったり寄らなかったりするみたいな。そういう感じ？でも私、犬派ですよ。話し会で甘えん坊にはならない。なんなん甘えん坊って。お話し会で甘えん坊って何ですか？お話し会で甘えん坊とは。え、教えてくれ。お話し会で甘えん坊。今日は何気だみたいな。やめてよ、そんな。腫れ物扱うみたいに。やめてよ。ちょっと。なあ、どうしたらいいんですか？もう、大好きだにゃんとか言っとけばいいですか？え？言っとけばいいんですか？58分。寝よう、みんな。機嫌悪くないよ。機嫌いいよ。機嫌いいよ、大丈夫ですよ。ちょっと待って、壇上読むけ。福太郎さん、きのぺこさん、ぼんちゃんさん、シーサーさん、かむしゅうさん、マクアロンさん、南波のひざとさん、ウエマンさん、東京のスワンさん、アルフォートさん、ハジさん、くまねパパさん、広島コパセリさん、ありがとうございます。皆さん、明日は結婚式です。明日は日曜日です。素敵な日曜日にしましょう。またにゃん、またにゃん、ありがとう。少しで申し訳ない。ありがとうございます。また明日です。おやすみなさい。また明日楽しみましょう。ありがとう。いっぱい寝よう。おにぎり。ありがとう。おにぎり。